せーの、第3回デコボコラジオ、イエイイエイ。この番組はディスクユニオン制作部によるデジタルキュレーションサイト凹凸がお送りするネットラジオ番組です。お送りするのはサムシンクールの沢田と本心レコーズの清水です。よろしくお願いします。お願いします。ゴールデンウィーク明けましたね、明けましたね長いようであっという間に終わってしまいましたが、本当にそうですね今日はね、トークテーマの方でゴールデンウィークどんな過ごし方をしたのかというところも、はい、うん、いろいろお話、おしゃべりしていけたらいいなと思います。はい、はい、というわけで今日ね、第3回になったんですけれども、今回から新しく曲の紹介をね、ちょっと挟んでいけたらいいなと思っております。はい、第1回、2回聴いていただいた方は特集にね、曲流れてたりとか、うんうんうん、プレイリストに入ってたりとか、うんうん、チェックいただけてたらいいなと思うんですけれども、うん、はい、なので YouTube でしかね、まだラジオ聞いたことない方々にも、うん、ぜひ Spotify とか配信の方もちょっとチェックしていただきたいですね、うんうん、これを機に、ね、うんうんうん、プレイリストだけでもね、うんうん、まとまってるので、うん、ぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、はい、お願いします。というわけで、では今日の1曲目ですね、はい、は私から、はい、ご紹介します。何でしょう。今日の1曲目はハイパフォーマンスなアイドルユニットバップルさんの楽曲になります。アイドル、そうなんですよ、アイドルさんです。でこのバップルさんなんですけれども、うんうん、全員めちゃくちゃ歌がうまい、ルックスもよし、おまけにすこぶる明るく元気という3人組のアイドルユニットになります、ね。で、そのバップルさんたちのファーストシングルが5月25日に発売されるんですけれど、その中から表題曲の雨降りサンデーという楽曲を今日はご紹介します。はい、こちらがね、先行配信で5月11日から配信が始まっているので、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、うん、楽曲プロデュースがシンガーソングライターの澤さんという方がプロデュースされていて、はい、曲も聴かせていただいたんですけれど、うん、ガーリーですごい可愛い曲でした。なんかライブ映像とかもね、見てみたいですよ ね、うん、ね、見てみたいです、うんうん、ちょっと後で調べよう、うん、ぜひぜひそうなんです。私的な推しポイントは、うんうん、もう楽曲全体通してめちゃくちゃ、うん、キャッチーで可愛い曲なんですけど、うんうん、はい、A メロのところで半音揺れ動くところがあるんですよ、うん、そこがね、ちょっとグッときましたね。かっこいいそう、私的な推しポイントです。いいですね、はい、皆さんぜひ聴いてみてください、はい、気になる、ぜひ。でこの後、ね、Spotify 聴きの方はこの後すぐに流れるんですけれど、うんうん、その他の媒体でお聴きの方は、はい、プレイリストの1曲目に入っておりますので、うん、はい、はい、そちらぜひチェックしてみてください。お願いします。ではどうぞ。本日のトークテーマは、はい、ゴールデンウィーク何をして過ごしたかっていう、うん、テーマなんですけど、うん、ね、清水さん、うん、何日くらいお休みされました？私はなんか出社されてましたよね。そうそうそう2回ほど出勤したので、うんうん、なんかね、3連休を2回みたいな、そういうスパンでお休みいただきました。暦通りで行くと、うんうん、そういう感じですよね。3連休過ごして、また平日3連休、平日2日間土日休みって感じなのか、うんうん、ですね。私は、うん、その中日の2日にお休みをいただいて、うん、7日間くらい休みでした、うんうんうん、連続で。いいですねどっか行かれました？あ、地元にずっと帰っていましたね、うんうん、あ、ついに満を持して、うんうんうん、ね、前になかなか帰れなくてっておっしゃってましたもんね。あ、そう、帰ってきてもいいよって言われました、今回は許可制でどうでした、久々の家族との再会は？いや、何もないんですけどずっと引きこもってましたよ、ね、地元のお友達とかもあったりしました？
なんか直前で帰るよっていうことを友達に伝えたので、うんうん、それこそラジオを聞いて、うんうん、どうすんの帰ってくんのみたいな感じで友達に聞かれてちょっとまだ迷ってるわっていう報告をしてた友達が予定を埋めてしまったので、うん、あーそうだったんですね。残念。犬と遊んでました実家の、うん、めっちゃいいじゃないですか犬と遊ぶ休日、うん、で清水さんはどうですか、うん、私はどっかお出かけは特にしてないんですけど、うん、連休中に映画2本見に行って、そう何見たんですか？ん？何見たんですか？ちょっと待ってタイトルど忘れしましたあまり記憶に残ってないらしいです。いやいやいやめっちゃお話は分かるんですよ、うん、そう思い出しました。ファンタスティックビーストあのハリーポッターの流れになっちゃう。めっちゃ話題になってるやつだ。そう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 。それと、うん、あとモービウスっていう、うんうん、あのマーベルの映画なんですけど、うんうん、あれを見に行きました、最近ちょっとね映画館で映画見るのいいなと思って。いいですよね。そうなんですよ。良さに気づき始めてます、うん映画館ってやっぱ音響とかすごいいいですよね、うんうんうん、ね。なんか映画の内容に興味がなくても、うん、なんか主題歌とかがすごいいいなって思ったら、うん、それだけ聞きたいと思って映画見に行くことあります、うん、私。わかりますなんかやっぱね、こう臨場感がものすごいあるのが面白いなって思って、やっぱなんか最初やっぱ10代の時とか音質とか全然気にせず何でも聞いてましたけど、うんうんうん、なんか今の仕事するようになってからレコードとか7インチとかそういうのにも触れる機会が多いじゃないですか、うんうんうん、その時になんかサンプルとか聞いてると、うん、あ気持ちいいって思いますよね、うん、ね音質がいいと、ね、そうなんかだんだんそういうのがなんだ気づけるようになってくるっていうのが、うん、気づける年頃になりました。めちゃくちゃ楽しいですよね、うん、まだまだ勉強中の身ではありますが、うん、そうなんかねそうなんですよ。なんで最近その今までそれこそ私も澤田さんと一緒であんまり音質とか、うん、こうどういうとこから音が鳴ってるかってあんまり気にしなくてなかったんですけど、うんはい、数年前からちょっとその辺が気になるようにというか、うんうん、これこういう風に広がり作ってるんだみたいな、うん、エンジニアさんってすごいなって思います。そうそうそう本当にめっちゃね楽しくてそう、うん、映画館見に行くようにしてます、うん、最近、うんうんうん、そんな感じのゴールデンウィークでしたね私は。なるほど。澤田さんはご実家帰られた以外にも何かされたりしました？いや特にないんですけど、うん、なんかジャズバーに興味を持ってくれたお友達がいて、うん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 、開拓したいから連れてってくれって言われて、うんうんうん、行きましたね、三茶にあるジャズバーなんですけど、うんうんうん、私も初めて行って、うんうん、それは楽しかったですね。わいいなジャズバーって、うん、その演奏もしてる感じなんですか？うん、まあお店によりますけど、うんうん、演奏する日が毎日あるっていうお店とか、うんうん、あとは土日とか週末だけに、うん、演奏して平日はレコードずっとかけてるみたいなジャズバーとかも結構ありますね、うんうんうん、そうなんだ、うん、どこのジャズバー行かれたんですか？ちなみに名前をど忘れしますすみません。普段は下北とか行ってるんですけどね、うんうんうん、近いし、うん、なんかお値段的にもちょうどいいところがあって、うんうんうん、そうなんだ、うん、下北ってなんかやっぱ古着屋さんとかライブハウスのイメージが私はすごい強いんですけど、はい、ジャズバーも結構あるんですか？そうですね、うん、最近できたところもありますし、うん、老舗のね、うん、アポロってところとか有名ですけど、うんうん、そうなんだ。わいいですねそこに
こう颯爽と入っていく澤田さんめっちゃかっこいい。颯爽として入っていかないですけどね。でもやっぱ最初はなんか一歩踏み込むの怖いって感じありました、うんうん、お酒飲めるようになってから行くようになったんで、うんうんうん、そうですよね、うん、お一人で行かれるんですか普段は。お友達と会うんですか。そうですね、一人で行く時もありましたね、うんうん、でも友達と行くことも多いかな、うんうん、なんかお友達のアーティストとかに、うんうん、来てって言われて見に行くみたいなことが多いかもしれない、ね、なるほど、まあいいな。そっか、行ってみます今度。いやでも楽しいですよ、うんうん、ね、なんか楽しそう、ひたすらに楽しそう、うんうんうんなんか今度おすすめ教えてください。はい、教えます。ありがとうございますじゃあ澤田から一曲曲紹介させていただきます。はい、6月8日発売日のスティーブ・ガット&ミカ・ストルツマンによるスピリッツ・オブ・チック・コリアっていうアルバムから先行配信曲としてアルマンズ・ルンバっていう曲をお送りしたいと思います。はい、チックコリアってご存知ですか。初めて聞きました。本当ですか、うん、結構ジャズ界だと思う、うん、レジェンド中のレジェンドなんですよ。そうなんだ。はい、一昨年かな、うんうん、にちょっと亡くなられちゃったんですけど。そうだったんですね。スペインって曲とかご存知ですか。あ、聞いたことあります。そうそうそう、それの作曲者なんですけど、うん、そうなんですね。そっか、スタンダード中のスタンダードなんですけど、うん、スペインって、うん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 、そうなんですよ。でそのスペインを作曲されたチック・コリアさんの曲を主に収録してるアルバムですね。その先行配信するアルマンズ・ルンバもチック・コリアさん作曲の曲になります。アーティスト名スティーブ・ガット&ミカ・ストルツマンになっていますが、はい、パーソネルは結構10人以上の方がいて、うんうんうん、まあ、ミカ・ストルツマンさんって方がマリンバ奏者の方なので、うんうんうん、マリンバを中心にチック・コリアの曲が披露されてるって感じですね、うんうん、あとはトロンボーンとかサックス、ピアノ、あとはボーカルとか、うんうん、結構入ってて盛りだくさんです、うんうん、確かになんかすごい聞きどころがたくさんありそう、うん、はい、うんうん、なんかチックコリア好きな方でも、うん、ちょっとスペインくらいしか曲知らなかったなっていう方でも、うん、なんかどっちでも楽しめるアルバムになっているので、うんうん、ぜひその先行配信されるアルマンズ・ルンバでチェックしていただけると嬉しいです、うん、ぜひチェックしましょう。はい、では Spotify で聞いていただいている方はこの後すぐ流れますね、はい、あと他の媒体で聞いていただいている方はプレイリストの2曲目に流れますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。そんなところで第3回も終わりに、はい、なりますね、うん、ねえ早い、ね、早いですね。もう3回も終わったんだ、うんうん、って感じ、ね、そうね今回のプレイリストなんですけれども、はい、うん、今回は、DIW からの新譜がですね4月の後半と5月の前半、うん、13日かな、13日までですね、うん、までの新譜ですね。あとは私たちのセレクト楽曲が入っています、はい、私からは5月に聴きたい曲をいろいろ入れさせていただきました。私はもうその場の気分で入れてるので、うん、そう、澤田さんの、澤田さんの今が分かる、そうそうそう曲ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、はい、というわけで次回がね6月の1日です ね、そう、5月がなので今日の1回だけの配信なんですけれど、うんうんうん、あの5月の後半もね面白い楽曲がたくさんリリース予定となっておりますので、はい、後半の方がリリースは多いですよね、うんうん、新譜とかだと、ね、うんうん、ぜひお楽しみにしてください、うん、ね。というわけで、はい、第3回デコボコラジオありがとうございました。ありがとうございました。